どうもこんにちは、こんばんは。チャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万です。えー、今回はですね、江戸川乱歩作、堀越捜査一課長とのこれ単行本のタイトルにもなっているこちらの作品を、えー、復刻していきたいと思っております。一度読んだやつをサイアップっていうことですね。えー、江戸川乱歩氏は1894年、明治27年生まれ、1965年、昭和40年没。 ということでですね、えー、この堀越総裁一課長殿という作品は昭和31年の「オール読み物」という、ね、雑誌で発表されたようなのでかなり晩年の作品となるわけなんですけれどもすで、えー、に朗読しているです、ね、月と手袋という作品と同じような方向性を狙っていたものらしいです。ね 江戸川乱歩氏はこの作品をちょっと失敗だと回想していたことがあったようですねこの本の中で解説してくださっている方は決して失敗ではないと言ってるんですけれども、えー、なぜ江戸川乱歩氏が失敗だと思ったのかというのは、えー、作品の後に朗読の後に、えー、お知らせしたいと思います最初に一応ちょっとネタバレになっちゃうところもあるのでね、えー、この物語はですね ある文章が送られてくるところから始まってそれを読んでいくという形で進んでいきます、えー、皆さんもその手紙を読んでいるような気持ちになって聞いていただけると嬉しいですそれでは本編をどうぞ江戸川乱歩 堀越総裁一課長殿異様な封書警視庁捜査一課長堀越定三郎氏はある日課長室で非常に分厚い配達証明の封書を受け取った普通のものより一回り大きい厚いハトロン封筒で差出人は大阪市福島区玉川町3丁目 花咲雅俊とあり表面には東京警視庁の宛名を正しく書き堀越総裁一課長との「筆新展となっていたなかなかしっかりした書体なのでよくある当書にしても警視はできないように感じられた堀越課長は封書の表と裏をよく改めた上でペンナイフで封を切ったがその時 わわざわざ東京へ送ってよこしたのは東京警視庁管内に関係のある事柄だなと考えたしかし思い出してみても花咲正俊という人物には全く心当たりがなかった封筒を開くと中にはもう一つ封筒が入っていたそしてその封筒を包むようにして5枚閉じの書簡線が同封してあった まずそれを広げてみるとそこには外風の書体と同じ筆跡でこんなことが記してあった私は大阪市内で発行しております関西経済通信編集長花咲正俊というものでございます一面識もない私から突然手紙を差し上げますのには深い理由があるからであります私は 今から1ヶ月ほど前大阪市此花区春日部町2丁目の福獣相互銀行専務取締役北園宗介氏から同封の封書を手渡されました北園氏はその時銃痕の病床にあったのですが「僕はあとひ月と生きられるかどうかわからない」「医者は隠しているけれど自分には死期の近づいていることがよくわかる」 この封書を君に預けるから僕が死ぬまで大切に保管して僕が死んだらすぐに東京の警視庁の堀越総裁地下庁宛てに配達証明郵便で送ってくれ僕は君を信用してこれを頼むのだこの封筒の中には非常に重大な文書が入っている。 僕が死ぬまでは誰にも打ち明けたくない秘密が封じ込めてあるだから君も決して封を開いてはいけない君を男と見込んで頼むのだ約束してくれたまえ決してこの中を見ないことと僕が死んだら必ずすぐに堀越仕立てに送ることを誓ってくれたまえ 北園氏は実に真剣な調子でそう言われたのです私はそれを引き受けました約束通りこの封筒の中は見ておりませんからどういう文書が入っているかは全く知らないのです北園氏は3日前に胃がんが悪化して亡くなられ昨日告別式が行われましたそこで、 約束に従ってあなたにこの封書をお送り申し上げる次第です。北園宗助氏は、数え年41歳の独身者です。奥さんは2年前に亡くなられ、子供もなく、また再婚もしておられませんので、全く孤独な人でした。父母も兄弟も死亡して、遠い親戚がないではないが、文通もしていないということでした。 私は関西経済通信の編集のことで福寿相互銀行をたびたび訪ねているうちに専務の北園氏と知り合いになりお宅へもお出入りするようになって非常に親しくしていただいておりましたこの重要な文書を会社の人に託さないで私にお頼みになったのもそういう関係からでありますそういうわけでこの封書は 北園氏が死に際に私を信じて託された大切なものですから普通の島書などと混同なさらずきっとご一読くださるようお願いする次第でありますなおご参考までに書き添えますが北園氏はこれと同じような厚い風書をもう1通私に託されましたそのあて先は、 東京丸の内の東和銀行本店庶務部長渡辺圭一氏です。やはり内容を見ないで死後に郵送するようにとのことでありましたのでこの手紙と同時に配達証明でお送りしましたでは同封の封書をお取り捨てにならないでご熟読くださることを切にお願いします 堀越課長はこれを読んで異常な興味を感じないではいられなかった問題の風書を取り上げてみるとやはり厚手のハトロン紙でずっしりと重く表面には「東京警視庁堀越捜査一課長殿」裏面にはただ「北園宗介と達筆な毛筆で記してあった「はてな北園宗介、 ずっと前に何かの事件に関係して聞いたことのある名前だぞ多分俺の所長時代のことだだが思い出せない被害者じゃない被害者なれば覚えているはずだ証人かもしれないいずれにしても初めての名前じゃないぞ堀越課長はそう思ったので しばらくその北園宗介という署名とにらめっこをしていたがどうしても思い出せなかったそこでペンナイフで丁寧に封を切って中身を取り出してみた書簡線七八十枚を閉じたものに細かいペン字でびっしりと何か書きつけてあったとても執務時間中に読める分量ではないうちに帰ってからゆっくり読もうと 封筒に戻してポケットに入れかけたがどうも我慢ができなかった読みたくてしかたがなかったまた取り出してせめて初めの方だけでもと読み始めたそしてとうとう体調時間までに読み終わってしまった無論度々妨げられた科料が報告に来たりはんこをもらいに来たり新聞記者がやってきたりして 今にも疑問が解けようとするところで手紙を置かなければならなかったそれだけにいわゆるサスペンスが長く続き堀越課長は授業中に教科書の陰で小説本を盗み読みする中学生のようなもどかしさとそこから生ずる一種異様の楽しさ等を味わったものであるその手紙は読み終わっても一度ではやめられないほど脅威に満ちていた 課長は監督に帰る自動車の中でまた手紙を取り出して読み始め家に帰ってからも食事は後回しにして読みふけった課長がそれほど興味を感じたのも無理ではないその手紙には今から5年前彼が渋谷署長時代に館内に起こった迷宮入りの不思議な事件の秘密が事細かに解き明かされていたのである 次にその興味ある手紙の全文を内容からして前段と後段に分けて掲げることにする前段堀越総裁課長ど殿私はあなたとは一面識もないものです今から5年前あなたの部下に参考人として尋問を受けたことはありますが あなたには一度もお会いしておりませんしかしあなたは無論ご記憶でしょう5年前の昭和20罰年12月あなたが渋谷署長をなすっていた時に渋谷区栄通りの東和銀行渋谷支店から1000万円入りの輸送袋が盗まれた事件をよもやお忘れではありますまいあれは 不思議な事件でした単独犯行ではありましたがいわば銀行ギャングに類する白昼の派手やかな事件だったものですから新聞やラジオは随分騒ぎました盗まれた金額から考えられる以上の恐ろしいセンセーションを起こした事件ですですから地元の渋谷警察はもちろん警視庁でも手を尽くして犯人を捜索されました それにもかかわらずあの事件は迷宮入りになってしまったのです犯人が煙のように消えうせたからです晴天の午後2時でした人通りの多い町の中です犯人自身も目につきやすい風筒をしてその上でっかい札束入りのズックの袋を担いでいたのですそれが囚人の目の前から すーっと消え失せてしまいましたあなたは今警視庁捜査一課長として大いなる名声を博しておられますことに最近はあの向島三人殺し事件捜査の中心人物としてあなたの名前が新聞に載らない日はないくらいです5年前渋谷署長であられた頃もあなたは名署長でした 次々と起こる大小の事件を片っ端から明快に処理せられ館内の治安に類代の所長に比べるものもないほどの功績を挙げられましたですからあの東和銀行支店の盗難事件はあなたにとってたった一つの汚点でしたあなたの部下は逃げる犯人を今にも背中に手が届きそうな近さで追跡したのです 人の寝静まった真夜中ではありませんぞろぞろその辺を人が動き回っている白昼ですそれでいて犯人に消えられてしまったのです警察諸君はもちろんあなたの無念さは想像に難くありません警視庁でもあなたの署でもあらゆる手段を講じて犯人捜索に努力せられましたしかし 警視庁管課の全警察力をもってしてもついに犯人を発見することができず迷宮入りの事件の一つとなってしまったのですそのあなたにとってはたった一つの汚点である残念な事件の真相を私は詳しく存じておるものですそれをあなたにお知らせしたいのです 今頃になって何を言うかとお叱りを受けるでしょうがそれにはやむを得ない事情がありました関係者が生きている間は真相を語れない複雑な事情があったのですしかし私を最後にあの事件の関係者は犯人をはじめ皆この世を去ってしまいました真相を発表してももう。 誰もも迷惑をするものはないのです。そこで私がまだ筆を取れるうちにあの事件の真相を詳しく書き記し私の死後にこれを新たに送るよう信頼のできる友人に託しておくわけです。犯人や関係者が死んでしまってから真相を発表して何の効用があるのだただ警察を侮辱するに過ぎないではないか。 とおっしゃるかもしれませんししか効し用はあるのです敗戦直後に比べて警察官の質は非常に向上しました科学捜査の施設も完備してきましたでも警察官一人一人のちょっとした注意力によって手がかりをつかみうるような場合にそれを見逃してしまうことがしばしばあるようです 東亜銀行盗難事件にもそれがありました。一度だけではありませんそういう見逃しが少なくとも二度はあったのですしかしあらゆる微細なものを一つも逃さず注意するということは人間技ではできないことかもしれませんいくら老練な警察官でも神様ではないからですすると、 そういうい微細な見逃しに巧みに乗じた犯罪は結局成功するということになりますね生意気を言うようですがここに警察官に対する大きな教訓があると思うのですこの事件の犯人は常記を逸して頭のいいやつでしたそして常識外れの手段を発明したのです 老廉な警察官は非常に広い捜査学上の知識と多年の実際上の経験を持っておられますしかしそこにはまだ隙があります上気を逸した犯人の着想はあなた方の盲点に入る場合があるのですあなた方は犯罪捜査についてあらゆる知識をお持ちですが犯罪がひとたび常軌を逸してしまうとそれは あななたのの知識外になるのですそういう意味でこの事件の真相は警察官一般にとって重要な参考資料となるのではないかと思いますこの手紙を書きます理由はまだ他にもあるのですがそういう捜査上の参考資料としてだけでもあなたのご一読を煩わす値打ちは十分あると信ずるからですでは 前置きはこのくらいにして事実に入りますこの事件はあれほどセンセーションを起こしたのですからまだあなたのご記憶にあるかと思いますもし細部をお忘れになっていても当時の事件記録をお取り寄せになれば詳しく分かることではありますがそういう面倒を避けまたあなたの薄れたご記憶を補う意味で一応 事件そのものの経緯を記すことにいたします今から5年前の昭和20末年12月22日火曜日午後2時ごろ渋谷区栄通りの東和銀行渋谷支店の横丁に1台の自動車が止まっていましたタクシーではなく丸の内の東和銀行本店から差し回された自動車ですが 外見は別に普通のハイヤーと変わりはありません。運転手は本店常雇いのことに慣れた男でした。そこへ渋谷支店の横の出入り口から二人の行員が出てきました。その一人は両手で大きな角ばった浅袋を抱えています。毎日行われる現金輸送なのです。輸送の途中で現金袋が強奪される事件が時々ありますので、 多くの銀行では犯人の注意を引きやすい閉店時間を待たず日中人通りの多い時間を選んで現金輸送をするようです支店の二人の行員は輸送袋を守って出入り口から自動車に近づいていきました自動車までは5メートルぐらいしかありませんそれにその横丁はかなり広い通りで歩行者や 自転車に乗った人たちが絶えず行き来していました犯人の上ずる余地はないはずですその上すぐそばの四つ角に交番がありその前にはいつも警官が立ち番をしていたのです行員は毎日の決まりきった行事ですし近くにおまわりさんさえいるのですからつい油断をしてしまいましたまず第一にこの油断がいけなかったのです 輸送袋を強奪されないようにしっかり抱きしめていなかったことがいけなかったのですどこかその辺の軒下に身を潜めて最高の時期を待ち構えていたのでしょう一人の頑丈な男が突然パッと飛び出してきて輸送袋を持っている行員に激しくぶっつかり袋が地上に転がり落ちたのを恐ろしい素早さで拾い上げると 風のように走り出しましまた。それが人間技とも思われない素早さだったので2人の婚姻は盗難ということがはっきり分からず一瞬間ポカンとしていましたがすぐに気を取り直して大声にわめきながら追っかけましたそれに気づいた自動車の運転手も車を飛び出して追跡に加わろうとしてとっさに後ろの街角の交番のことを思い出し 警官に呼びかけましてそして警官と工員2人と運転手とで賊の跡を追ったのです町を通っていた人たちでやじ馬根性からそれについて走ったものも少なくありません賊と追ってとの距離は1 0ルほどもありましたその距離がなかなか狭まらないのですむろん 賊の逃げる方向から歩いてくる人たちもあったのですが、賊のものすごい行走に恐れをなして誰一人阻止しようとするものもありません賊は狭い町をぐるぐる回って結局銀行から3 0 0ルほどの場所にある小塔町の小塔層へ逃げ込みましたこのアパートは都営アパートほど部屋数はありませんがやはり鉄筋コンクリートの高級アパートで かく言う私も当時そこの1階に住んでいたのですその頃はいまだ小説家に諦めがつかず二流の娯楽雑誌などにつまらない小説を書いていたものですこれには説明を要しますが二流雑誌の原稿料などではとても小闘層などに住むことはできません実は私は亡くなった親から譲られた土地と家屋が田舎にありまして それをを売って株をやってて株やいたのです。小説家と株の投機なんてまるで縁がないように見えますけれど数多い分子の中にはそういう例がないでもありません現在の相互銀行専務という職業からもご想像願えると思いますが私は株がなかなか上手くて損をすることはめったになく時々は小金を儲けたものですそれで、 相当贅沢な独身生活が続けられましたさて賊はその小闘争に飛び込むと廊下を走ってなんと私の隣室へ隠れたではありませんか私はその騒がしい物音を聞きましたでもまさかあれほどの事件とは知らないものですからしばらく躊躇していましたが外の騒ぎは大きくなる一方です数人の人のが 何かわめいていてます合鍵だ合鍵だ管理人を呼べとかう裏へわれ窓から逃げるかもしれないぞとかいう叫び声が聞こえますそしてどんどんと破れるほど隣室のドアを乱打するのです私ももうじっとしていられなくなって廊下へ飛び出しました室の前には 制服ののの警官と2人の背広の男がひどく興奮して立ち騒いでいでます。もう一人の爪りの黒服を着た男が廊下を入り口の方へ駆け出していくのがちらっと見えましたこれが銀行の自動車の運転手で建物の裏に回って犯人が窓から逃げ出すのを防ごうとしたのだということが後で分かりましたそこへアパートの管理人が、 合鍵を持って駆けつけてきましたドアはすぐに開かれました警官と二人の男が飛び込んでいきます私よりも先に数人のアパートの住人が廊下に出て遠巻きにこの騒ぎを見ていましたがその人たちも開かれたドアに近づいて室内を覗き込みましたここでちょっとアパートの部屋の構造を説明しておきますドアを開けると 一坪ほどの玄関その向こうが八畳ほどの洋室になっていて一方の隅にベッドがありますその洋室の窓が南側の裏庭に面しているわけです浴室はなく簡単な水磁場と便所が洋室と壁を隔てた右側についております私自身の部屋もこれと同じ造りでした玄関と洋室との境は 板の開き戸になっているのですが、賊はその板戸を開いたままにしておいたので、入り口のドアのところから、洋室の大部分が向こうの窓まで見通せるのです。その窓も開け放ってありました。そして、賊はもうこの室内にはいなかったのです。私は、住む隣室の住人のことでもあり、また、小説家という職業から言っても、 こういう事件には大いに興味がありますので他の住人たちが遠慮しているのを尻目にずかずかと部屋の中へ入っていきましたみんなが裏庭に面する窓のところに固まっているので私もその後ろから庭をのぞいてみましたすると実に奇妙な光景が目に入ったのですさっきの制服の銀行の運転手が低いコンクリート塀の上に馬乗りになって その向こうの町を通る人にわめいているのです30ぐらいのネズミ色に格子島のある背広を着たやつだこのくらいのと両手で大きさを示しながら大きな麻袋を抱えるか担ぐかしていたそういう男が走っていくのを見ませんでしたか外からの返事は声が低くて聞き取れませんがどうやら否定しているようなあんばいです そこで運転手は、また別の方向に向き直って叫ぶのです。そちらの方、あなたも見ませんでしたか今言ったような特徴のある男です。肩幅の広い、ヨタモン風の青年です。しかし、そういう男は見なかったという返事らしいのです。その道路は狭い裏通りですが、人通りは絶えずあるので、 運転手は次々と同じ問いを繰り返しましたが不思議なことに右から来る人も左から来る人も賊らしい男を見た者が一人もないのでしたと言ってその道には人間の隠れられるようなものは何もありません公衆電話もポストもマンホールさえないのですまた塀の向こう側は大きな自転車店とその倉庫で 店には数名の店員がいるのですがあとでよく調べてみますとその店員達も怪しい男が塀を乗り越すのも走っていくのも見かけなかったということでした倉庫の中に隠れたのでないことも確かめられましたをを乗り越さなないいで、庭を右か左に逃げたんじゃないかこちらの窓から警官が怒鳴りますと運転手は怒ったような顔をして ののししたをまこの靴跡をごらんなさい今ついたばかりだそっちのは僕の足跡ですほかに足跡というものが一つもないじゃありませんかじゅくじゅくした土に足跡を残さないで逃げられますかその窓からこの塀までつづいているのが賊の足跡に決まっていますほらごらんなさいこの塀にも泥靴でよじ登った跡がちゃんとついている 賊は塀を乗り越して逃げたに違いないなのです。それでいて塀の外を通りかかる多勢の人がまた向こう側の自転車店の店員たちが一人も賊の姿を見なかったのはどうしたわけなのでしょうすれ違った人でもうっかり気がつかないという場合はあります一人や二人はそういう見落としがあっても不思議ではありませんしかし 通行人の全部がまた店員が例外なく見かけなかったとするとこれは恐ろしく不合理な話になります人間一人煙のように消えてしまったとしか考えられなくなるのです犯人の風邸を耳にしたとき私はすぐにそれが何者であるかを悟りました そんな大柄な格子島の背広を着た男がザラにあるものではありません名作読み物社の編集員大江浩吉です彼は私の隣室の住人だったのです犯人が逃げ込んだ部屋は大江浩吉の住居だったのです部屋を借りるとき紹介してやったのも私でしたその懇意な男が。 大それた銀行ギャングだったと分かって私は仰天しました翌日になっても彼が隣室へ帰ってこないのでそれが一層確実になりましたそして彼は永久にその部屋へは帰ってこなかったのですそれから捜査活動は万一浪なく行われました犯人の逃走距離を時間によって推定して その外周一帯に非常線が張られました小闘荘にはやがて警視庁からも渋谷署からも多勢の人が来られ建物の内部と外部の捜索が続けられました当時渋谷署長であられたあなたはなぜかその時は姿を見せられませんでしたもしあの時あなたが小闘荘へ来ておられたら私もお目にかかれたでしょうについその後も機会がなくて おいいせずじままになってしまいました犯人の大江宏吉はまだ室内のどこかに隠れているのではないかまた彼の住居から何か手がかりがつかめるかもしれないというので彼の部屋の台所から便所までくまなく調べられましたしかしどこにも人間の隠れられるような場所はなくまたこれという手がかりも発見されませんでした 彼の部屋が管理人の合鍵で開かれてから以後はドアのそばにも廊下にもアパートの住人たちがずっと立っていましたし裏の窓の方には行員や警官などがいたのですから一時部屋のどこかに身を潜めて人々の油断を見済まして逃げ出すということも絶対にありえなかったわけですアパートの建物はコンクリートの2階建てで上下に8世帯ずつ 都合16世帯が住んでいたのですがその建物の周りを庭とも言えないような狭い焼き地がぐるっと取り巻いているのでそこも入念に調べられました前々日まで雨が降っていて庭の土は全体に柔らかくもしそこを人が歩けば必ず足跡がつくような状態でしたそれにもかかわらずさっきの窓から塀までの足跡の他には 疑わしいい足跡は庭全体に一つもないことが分かったのですよく小説などには綱渡りをしたり綱にすがってそれをブランコのように振ったりして足跡を残さないで塀の外に出る話がありますがこの事件の場合には時間的にそんな余裕もなかったのですしそういう冒険をした痕跡も全く発見されませんでした塀の外の犯人の消えた道路は 多勢の刑事諸君が右往左往して綿密に調査しましたまた自転車店の店員やその道路に入り口のある家々は残りなく調査せられまた厳重な質問を受けましたしかし何の手がかりもないのですそういう町の捜査は小盗荘の周辺一帯についても行われました酒屋や八百屋 肉屋などの御用聞きだとかよく外出する人々を一人一人しらみつぶしに調べましたそしてそれらの全てがとろうに終わったのですこういうふうに書きますと警官でもない私にどうしてそこまでわかるのかとお疑いになるでしょうがこれらのことは皆後になって渋谷署のあなたの部下であった捜査主任に詳しく聞いたのですその捜査主任は 確か木村さんと言いました。この人にはその後23度尋問を受けましたのでその機会にこちらからもいろいろお聞きすることができたのです私はこの事件の参考人として根掘り葉掘り木村さんの尋問を受けましたと言っても署に呼び出されたことはなくいつも木村さんがアパートの私の部屋へ出向いてくださったのですが アパートの建物全体も一応捜索を受けました。ことに、犯人大江光吉の両隣の部屋と真上の2階の部屋が厳重に調べられました。それはこういうわけなのです。小棟層には各階に庭に面するガラス窓の外側に幅2尺ぐらいのコンクリートのベランダのようなものがついています。つまりコンクリートの縁側のようなもので、 それに低い鉄の手すりがついているのですそして1世帯ごとにコンクリートの厚い隔壁がありその隔壁に沿って建物の壁に接して太い問いが2階の大屋根からずっと降りておりますこの隔壁で勝手に隣同士行き来ができないようになっているのですその隔壁はベランダの外側の手すりよりももっと外へ突き出してあるので もしそれを越えて隣のベランダへ行こうとすればちょっと曲芸のような真似をしなければなりませんでもそういう曲芸さえやればいけないことはないのです警察はそこへ目をつけました犯人はその曲芸をやって右か左の隣室へ逃げ込んだのではないのかそして廊下の人たちの油断を見すまして 廊下の方のドアからこっそり逃げ出したのではないか、という疑いです。この考えは、庭の足跡と矛盾します。足跡は平まで足跡は平で行ったまま帰っていないのですから、それが犯人の足跡だったとすれば、同時に隣室へは逃げられなかったはずですが、警察としては犯人の靴を手に入れたわけではなく、 大江浩吉は一足しか靴を持たず彼の部屋から余分の靴は発見されなかったのです庭の足跡を犯人のものと確定することはできないのでそれはそれとしておいて他の可能性をも調査したわけでしょうそれからもう一つは2階の真上の部屋です犯人にもし機械体操の心得があれば2階のベランダの縁に飛びついて 2階の窓に上りつくことも不可能ではありませんですからこの左右と上との部屋は最も綿密にその他の全部の部屋も一応は手分けをして調査したのですその結果今言ったような逃亡手段も全く不可能であったことが分かってきました右左上の3つの部屋には犯人が消え失せたずっと前から みな人がいたのです。それも裏窓に面した洋室にいたのですそして窓から犯人が入ってきたようなことは絶対にないと証言しました私自身も犯人の右側の部屋に住んでいましたのでその証言をした一人なのですここでまたちょっと説明しておきますがこのアパートは1階も2階も大体同じ窓りで 中央に廊下がありその左右に4世帯ずつの部屋が並んでいるのですそれで1階に8世帯2階に8世帯都合16世帯になります犯人大江孝吉は1階の南側に面した中央の部屋に住んでいましたその右隣が私の部屋左隣が紀藤という独身の私立大学の助教授の部屋でした この人も事件の時に在宅して裏窓に面した机に向かっていたというのですから間違いはありません無論犯人はその左隣の部屋にも侵入しなかったのです一部屋通り越してもう一つ向こうの部屋まで行ったのではないかということも考えられますが裏窓は透き通ったガラス戸ですからその外を人間が通り過ぎたとすれば見逃すはずがありません くどいよううでですすす。が、こここは肝心なところですから、もう一言だけ付け付加えますそれなら私と鬼頭氏とが窓の外を通る男に気がつくような位置におったのなら犯人が自分の部屋の窓から塀まで走るところその塀を乗り越すところも見えたはずではないかという点ですそれには警察でも気づいて私も鬼頭氏もくどく尋ねられましたが 二人とも、それは全く見ていなかったのです。私の方は必ずしも窓の外を見ていたわけではありませんが紀藤氏は窓に向かって書き物をしていたのですから犯人が塀を乗り越すといったような際立った動きを目の隅に感じないはずはありませんそれが全く気がつかなかったとすると実に不思議な話です私にしても、 窓の方は見ていなかったにしても、部屋は一つきりなんですから。犯人が隣室の裏窓を開ける音、走る姿、平を乗り越す騒ぎに気がつかないはずはありません。しかし、私も全くそういう動きを見ていないのです。犯人の真上の部屋には会社員の夫婦が住んでいましたが、事件のときには奥さんだけが部屋にいました。 これも窓に向かった椅子にかけて編み物をしていたのだそうですしかし目の下の塀を乗り越す人間があれば当然目の隅で捕らえ得たはずなのにこの奥さんもそういうものは何も見なかったという答えでした裏面に面した部屋は1階と2階で8世帯あり事件の時部屋にいた人はその他にも数人はあったのですが その誰もが庭を走ったり平を乗り越したりする人の姿を見ていないことがわかりました。変なことを書くようですが、私は何かの本で読んだトルストイの言葉を思い出しました。「君がこの世で一番怖いと思う階段は何か」と問われたとき、トルストイは見渡す限りの雪の原っぱに人間も動物も全くいないのに。 ただ一足の靴跡だけがザクザクっと雪の上に陰せられていく光景これが一番怖いと答えたというのですこの事件の犯人は庭に足跡だけを残ししかしその姿は誰にも見せていないのです当然見るべき人々が一人も見ていないのです トルストイのかんではありませんか5日たっても10日たっても犯人大江宏吉はこの世のどこにも姿を現しませんでしたあんな大きな荷物を持ってあんな派手な洋服を着てどこの非常線にも引っかからなかったのです5日や10日ではありませんひとつき1年そして 五年が過ぎ去った現在まで、彼は全くこの世に姿を現しません盗み取った1,000万円は一体どうなったのでしょうか念のため書き添えますが本店へ輸送する札束は支店の窓口で受け取ったものが大部分ですから古い紙幣ばかりでその紙幣番号の控えなど全くないのです。 犯人の右と左と上の部屋が綿密に調べられたと書きましたがその調べがどの程度のものであったかを私の場合を例にとって記してみます後で分かったのですがこの時私の部屋を調べられたのは渋谷署のあなたの部下の木村捜査主任でしたそれに犯人を追ってきた銀行員の一人が付き添っていました探すものは犯人大江と 当品の札束入り浅袋です。玄関から洋室炊事場便所とあらゆる隅々が探されベッドの下洋服ダンス押し入れその他札束を隠せそうな場所は残りなく開けてみられました麻袋の中には千円札の百万円束がちょうど10個入っていたのです100万円束を1つずつに分ければ ちょっと大きな引き出しにでも入るのですから私の部屋の引き出しという引き出しは全部開いて調べられたわけですその時感心したのは木村さんはテレビの受像機の中まで調べられたことです私は株の方でちょっと儲けていたものですからその頃輸入され始めていた17インチのテレビ受像機を買って部屋に置いてあったのですが木村さんはそのテレビの箱の後ろの蓋を開いて 中を覗いてみるほどの熱心さでした。しかしそれほどに調べても何も出てこなかったのです私の部屋だけでなく他の部屋も同じことでしたさて次には犯人大江幸吉がどんな人物であったかということを記さなければなりませんアパートの住人のうちで大江と親しくしていたのは私だけでしたので木村さんは その後二度も私の部屋を訪ねて、詳しく尋ねられました。当日とその二度の場合とにお答えしたことを要約して、大江の人物について書いておくことにいたします。私が大江と知り合ったのは、事件の起こる二月ほど前、新宿の酒場で偶然話しかけられたからです。彼の勤めている名作読み物という雑誌には、私も時々寄稿していますので、 彼の方では私をよく知っていてい話しかけたのです。彼はなかなか面白い男で私も酒好きですからだんだん親しくなり時々は一緒に飲み歩くこともありましたその頃大江は数え年30歳だと言っていました私より5つ年下ですちょっと与太門風な美男子で女には好かれる方でした肩幅が恐ろしく広くて 派手な柄のダブルブレストがよく似合いました髪は油っ気なしのもじゃもじゃ頭にしていました当時流行りのリーゼントスタイルではないのです彼はちょっと話したのでは分かりませんが内心はひどくエキセントリックな男らしくその片鱗がもじゃもじゃ髪にも表れていたという感じです眉は濃いぼうぼう眉毛で金眼のメガネをかけていましたが それが、当時はやりだしたばかりのあの上部の縁だけ太くなっているどぎつい型のやつでしたガネの中に文楽の人形のような大きな黒玉が異様に光っていました黒玉といっても彼のは茶色なのですがそれが目の白い部分に比べてひどく大きいのでじっと見つめられると何か魔物にでも見いられているようで恐ろしくなるほどでした 鼻には別に特徴はありませんが顎はひどく張っていましたですから顔は真四角な感じでよく下駄のような顔というあれなのです遠くから見ても一目でわかるほどでした彼の人相描きを描くとすれば茶色の光彩の異常に大きい目とこの四角な顎の2点でしょうねそういう際立った特徴を持っているのですから いくら服装を取り替えてみてもすぐに気づかれるはずなのにそれが発見できなかったというのはどうしたわけなのでしょう大江と知り合いになってから一月半ほど経った頃小闘荘の私の隣の部屋が開くことになりましたアパートの部屋が無条件で開くなんて当時としては珍しいのですがこの小闘荘の経営者は部屋の権利の転売については非常に厳重で 居住者が他に移転するときははっきり部屋を開けさせることにしていましたそこで一応保証金を返し次の申し込み者の中から適当な人を選んで改めて保証金を取るというやり方でした私が酒場で大江と会ったときその話をしますと是非借りたいというので私の友人としてアパートの管理人に紹介したわけですすると私が相当豊かに暮らしているのと 大江も風妻はなかなか立派なので守備よく部屋を借りることができました保証金は8万円で雑誌記者などには大金でしたがこれも大江はどこからか都合してきましたそういうわけですから事件が起こったのは大江が私の隣の部屋に来てから十数日しか経っていなかったのですおそらく彼は最初から銀行泥棒をやる目的で 東亜銀行支店に近い小闘層を選んだのではないでしょうか木村捜査主任は無論私の話だけでは満足せず名作読み物社の方も調べましたそしてその結果を私に話してくれましたが大江がその雑誌社に入ったのもごく近頃で最初に私と酒場で会った一月ほど前だったのです木村さんは社長に会って色々聞き出したそうですが社長も 大江ののは少ししも知らないのでしたある有名な小説家の紹介名詞を持ってひょっこりやってきて「使ってくれ」と申し込んだのだそうです話してみると作家や画家のことをよく知っていますし編集についても一見識あり風彩もよく現代風の美男子なので社長もつい惚れてしまって後からその名詞の作家に問い合わせてみると「深くは知らないが」 にんをだことがある。なかなか面白い男だまあ使ってやりたまえというような返事だったといいますこの作家は非常なやりっこで名作読み物なんかにはとても原稿をくれないような人でしたから社長は応援を採用すればその作家の原稿が取れるかもしれないという下心からあまり詳しくも調べないで入社させたわけでした そこで木村捜査主任はその作家をはじめ大江が出入りしていた作家や他の雑誌社の飲み友達などをできる限り訪ね回って聞いてみたそうですが誰一人大江の全身を知ったものがないのでしたこの方面はぷっつり糸が切れてしまったので木村さんは大江が小闘荘へ来る前のアパートを調べましたそれは、 大江が小闘荘へ入る時に書かされた尺室証に記してありましたのでその町へ行ってみますとそんなアパートは全く存在しないことが分かりました大江はでたらめを書いていたのですまた尺室証に記された大江の原石地へも紹介してみましたがそれもでたらめでした原石地の戸籍簿のその町名には大江などという姓は一人もないということが分かったのです これで大江の銀行泥棒は決して一時の思いつきではないことが分かりましたまず絶対に自分の過去がわからないようにした上で私に近づき銀行強盗には最も好都合な小闘争へ入り込んだのですそしてどういう手段かは全く分かりませんが小闘争の一室に逃げ込んだまま煙のように消え失せてしまったのです迷惑なのは私でした 私は小闘荘に対して大江の保証人になっていましたちゃんとハンコが押してあるのです私は差し当たって犯人大江の最も身近な人物なのです木村さんがたびたび私を訪ねて根掘り葉掘りお尋ねになったのも無理はありませんこうして犯人の全住所や原石の筋さえぷっつりと糸が切れてしまったのでもうどうすることもできません 警察では犯人の人相を頼りに気長な捜査を続けるほかに亡くなったようでした木村捜査主任はよほど諦めきれなかった模様で大江の知り合いのものを全部洗い立てたほかに彼が出入りしていた新宿のバーなどを木村さん自身で飲み歩いてマダムや女給から聞き込みをやっていましたこれは木村さんに聞いたのではありません事件から34日たったある日 新宿のドラゴンというバーの美しい女給が私を訪ねてきてその話をしたので分かったのですその女給はユミコという名でまだ商売連れのしていない美しい女でした刑事が来るのよそして大江さんのことをなんだかんだって訪ねるのよ私何にも言うことなんかあるはずがないわ私の方だって刑事さん以上にあの人を探しているんですもの 子は私もよく知っていました。そのドラゴンというバーへ飲みに行った回数では私の方が大江よりもはるかに多いのです大江は私ほど小遣いが自由ではありませんでしたからねそこへ飲みに行ったのは私の仕事に対して大江は一度ぐらいの割合だったでしょうというのがそのドラゴンは新宿では一流の店で 酒と女が揃っている代わりに随分高く取られるからです最初私が大江と出会った酒場なんかとは段違いのバーですユミコという女はドラゴンのピカイチでした最初に入ったのがこの店でまだ半年と経っていなかったのですからどことなくウブなところがありました分かりやすいために女優を例に引き出すとユミコはまあ小暮道夫をぐっと若くしたような どことなくエキゾチックな感じで愛嬌者ではありませんが人当たりは柔らかく頭も悪くないのです大江幸吉は私にもこの女が好きだと宣言して無理をしてドラゴンへ通っていましたがいつの間にか彼女を物にしていましたそのことは私もうすうすは感じていましたけれどユミコがこんなに心配して私のところまで訪ねてくるほどとは知らなかったのです 由美子としては私は大江の先輩でアパートまで世話してやったのだから大江のことは相当深く知っているだろうと思ってやってきたのですねしかし私は今までも書いてきた通り何も知らないのです大江の常人の由美子にならこちらから訪ねたいくらいのものですそこで2人はわからないわからないと言い交わしながらため息をつくばかりでした由美子はそんな際でも ああら、テレビがあるのね。今やっているのと聞くのですまだテレビの珍しい頃でした私が立っていってダイヤルを回すとちょうど正午過ぎだったのでニュースか何かやっていて由美子はしばらくそれを見ていました前にこのテレビのことはちょっと書きました木村捜査主任がその中に札束が隠してあるのではないかと 後ろののたを開いてみたあのテレビですそれから私は由美子を外へ誘い出し一緒に食事をした後で有楽座の映画を見ました実を言いますと私は由美子が好きでたまらなかったのです応援に先手を打たれたのでそちらのふりをしていましたが内心では嫉妬に絶えないほどでしたその応援が罪を犯して行方不明になったのですから私は 今こそ大っぴらに由美子に惚れてもいいわけですこの辺でまたちょっとお断りしておきますがこれからしばらく私自身の身の上話を記すことになりますそれが銀行盗難事件と何の関係があるのだとお叱りを受けるかもしれませんしかし私はこの手紙に無駄なことは一行も書いておりません私の身の上話にしても 結局は盗難事件そのものに深い関係を持っているのですその部分を飛ばしてお読みくださっては困るのです念のために申し添えますそこで私は急に由美子に接近し始めたのですがしかしその恋愛の経過を書くのがこの手紙の目的ではありませんのでごく簡単に結果だけを記しますとそれから2ヶ月の後私は ついににを自分のものもししましたそして3ヶ月後にはもう結婚していたのです私は両親には死に別れ兄弟もありませんしユミコの方も両親がなくやっぱり孤独な身の上でしたから誰に気兼ねすることもなくこの結婚はスラスラと運びましたしかしただ一つ気になることは私は性格でも体つきでも 大江とは全く逆のタイプだったことです。友人の場合はそれがかえっていいのですが、大江の気質なり男前なりにあれほど惹かれていた由美子が、その逆のタイプの私を心底から愛しているのかどうかということでした。誰でも私を分子や詩人のタイプだと言いました。いわゆる青白きインテリですね。大江とは逆に顎はすぼけていていかにも貧相ですし、 肩幅も普通よりは狭く我ながら焦然とした形をしているのです性質も二流雑誌に小説を書いていたほどですから臆病なインテリ型で大江のような闘志も活気もありませんその他あらゆる点が大江とは逆なのですただ似ているのはギャンブルを愛するということだけだったでしょう私は勝負事は何でも好きで 勝ち運も強いのです。この点でははるかに大江以上でした。彼は見かけによらず勝負ごとには弱い方でした。私の青白い体の中には、そういう陰性な投資が激しく燃えていたのかもしれません。私は由美子と結婚すると間もなく、二人で大阪へ来ました。株などよりはもっと確実な大きな儲けがしたくなったからです。 小説にはもう見切りをつけました。いつまでやっていてもはやりっこになれる見込みがなかったからです。それよりも愛するユミコに十分贅沢をさせるために金持ちになってやろうと考えたのです。ユミコは幼児に家が豊かだった関係もあって相当な贅沢屋でした。私は以前大阪に住んでいたことがあって多少の知り合いがありました。それに 由美子と結婚する前、株で一か八かの勝負をやり、思いもよらぬ儲けをしていました。その金があったからこそ、大阪行きを思い立ったのですが、さて大阪へ行って、私たちは何を始めたと思いになりますパチンコ屋を開いたのです。私の大阪の友人が、パチンコ屋をやって成功していました。その友人の世話で、 うまい場所に貸し店を見つけることができ金を借りることもできたのですパチンコ屋は場所さえ良ければひどく儲かるものですみるみる私は金をこしらえましたそして借金を返した上自分で氷を貸すほどになったのです氷といっても個人に貸すのではなく危なげのない会社の手形の割引を専門にやったのですがパチンコとその氷が人で私は さららに財産を膨まませましたそして大阪へ行って3年目には現在の福総合銀行を起こすすほどのの素地がでできたのですその頃には金融方面の有力者にも顔が広くなっておりましたので私が株の半分を引き受けるからと相談すると数名の有力者が話に乗ってきましたそして小さいながらも 資本金5000万円の相互銀行が設立されたのですその福寿相互銀行はその後も着々として地方を固めております私はもうこの世に何の不足もない身の上でした高福寿相互銀行が設立されて間もなく由美子は風邪から肺炎になり それをこじらせてわずか10日余り病床についたばかりであっけなく死んでしまいましたたった3年ほどの同棲で私は愛する妻を失ったのです初めは行きずりのバーの女給に心を惹かれたのにすぎませんでしたが結婚してみると彼女こそ世界にたった一人の私の 本当に求めている女だったということが分かってきましたですから私は結婚前よりも結婚後に真の恋愛をしたと言ってもよいのです私たちは3年の間お互いに激しく愛し合いました普通の夫婦が一生かかって費やす愛情を私たちは3年の間に使い尽くしてしまったのです ですから、夫婦生活の隙間のできるような事件は何も起こらなかったのですがただ一つ妙なことがありました由美子が幽霊を感じるようになったのです目に見えるのではありません心で感じる幽霊なのです結婚してから一月ほどのち私たちが大阪へ引っ越して間もなくのことでした ある夜私が外出から帰ってきて居間のふすまを開きますと由美子が一人で机にもたれて雑誌を読んでいましたがふすまの音に肩の辺をビクッとさせて急にこちらを振り向きましたその顔を見て私の方がギョッとしたくらいですさっと血の気の引いた顔飛び出すほど見開かれた目 全く面変わりのした恐怖の表情でした。どうしたんだと尋ねますと、由美子はそのままの姿勢でじっと私の顔を見つめていたあとで、無理に笑い顔をしてみせました。なんでもないのよ。ふっと怯えたの。怖い小説を読んでいたからかもしれませんわ。しばらく話し合っているうちに血の毛が戻り。 いつ子の,の顔になってきましたそしてその晩はそれっきり何のこともなかったのですがしばらく日がたつと似たような出来事がありそれから3ヶ月もの間しばしばそういう妙なことが起こったのです私が気づいたのは回数にして10回ほどに過ぎませんがユミ子の怯え方は1回ごとにひどくなりその恐怖心理が影響して ついには私までが幽霊を感じるようになってきましたそれは銀行泥棒大江宏吉の幽霊でした彼が死んだかどうかは分かりませんが警察があれほど探しても発見できないのですからあるいは死んでいないとも限りませんまた別の考え方をすれば幽霊は資料ばかりではなく 疫病というものもあるわけで、資料にせよ、疫病にせよ、大江の魂が弓子の変身を恨んで、また、私が彼女を横取りしたのを恨んで、目に見えぬ怨念となって、私たちの身辺に迫ってくるということが、全くありえないとは言えません。弓子も私も、大江の名は一度も口にしませんでしたが、二人とも、それが大江の怨霊だということは、 かかりすぎるほど分かっていました。夜など由美子と2人きりで向かい合って座っていますと由美子の目がびっくりするほど大きくなってじっと空間を見つめることがたびたびありました目は私の方を向いていますけれども私ではなくて私の少し後ろの空間を見つめているのですそうすると由美子の恐怖が私に伝わって 私の目まで大きくなってきます後ろを振り返る勇気はなくじっと由美子のおびえきった顔を見つめて私の顔もおびえてくるのです二人は石のように干し固まって長い間身動きもせずにらみ合っていましたそういうことが何度もあったのですある時は夜中に 布団の中で弓子が,が突然私のそばから飛びのいたのです恐ろしい悲鳴を上げて飛びのいたのです私は本当にギョッとしました彼女は気が違ったのではないかと非常な不安に打たれました同時に私も怖かったのです私自身が 一切な大江の怨霊に乗り移られ大江の姿になって由美子を怖がらせたのではないかと感じたからです幽霊は私自身ではないかと思ったからです実に何とも言えない複雑な異様な恐怖でした私は喉の奥からキャッという叫び声が押し上げてくるのを やっとのことで食い止めたことですそんなことが続く間にユミコはだんだん痩せていきました顔色も青ざめ目ばかりが大きくなり気味悪く光ってくるのです私はそれをじっと見ていなければなりませんでした何とも言えない恐れと苦しみに私自身も痩せる思いでした 恐怖に打ちひしがれた由美子は私をただ一人の頼りにしてすがりついてくるのですそれでいて大江の怨霊は私のすぐ後ろに漂っているらしく私の姿を見ておびえるのです夜中に布団の中から飛び起きたりするのですしっかり抱きしめてやる私の手を振り払って まるで私自身が幽霊ででもあるかのように逃げるのです。もう私は耐えられなくなりました。ついにあることを実行しようと決心しました。もう一歩で。それを実行するところでした。すると不思議なことに。ちょうどその頃からつきものが落ちるように。由美子の異様な動作がばったり消えてしまったのです。 もう彼女は幽霊を見なくなったのですそして青ざめていた顔が非一日と赤みを増し痩せていた体もだんだん太ってきました彼女につきものがしていたのは約3か月でそれが落ちてしまうともう何事もなかったかのように元の愛すべき由美子に戻りましたそして、 今から2年ほど由美子はにちた風邪がもとで肺炎にかかり十分手当てをしたのですが何か彼女の体質に欠陥があったのでしょう半月ほど病床に着いたきりであっけなく死んでしまいました 彼女が息を引き取る前日、自分でも死期を感じたのでしょう枕元に座っていた私を涙ぐんだ目で見上げて突然こんなことを言いましたあなたに別の愛人ができても私は恨みません私は魂であなたを愛し続けます ああなたの愛愛人さえも愛してあげるることとができると思います。彼女はそう言って私の手を握り唇を求めるのでした私は涙を流して彼女をしっかりと抱きしめてやりました2人は布団の上に重なって最後の愛情を伝え合いましたところが、 そうしているうちに私はふと背中を虫がはっていくようなおかんを覚えたのです重なり合っている2人の間から久しく忘れていたあの幽霊が大江宏吉の幽霊がもうろうと現れそいつの痩せた体がみるみる膨れ上がって私を美子の肉体からはじき返すように感じたのです私は、 抱きしめていた手を離し、由美子から離れて彼女の顔を凝視し,しました。その野生を衰え、蒼ざめた顔こそ、幽霊そのもののようでした。その蒼ざめた顔で。彼女は薄笑いをしていたのです。私はぞーっとしました。彼女が今言い出そうとしていることがたちまち予感されたからです。 私、ずーっと知っていたのよ、薄笑いを浮かべたまま、低い低い声で言いました。え、何を知っていたっていうの私は、わざとそしらぬ顔で尋ねました。私 長い長い間考えに考え続けてちゃんと解決してしまったんですものあたしもう一生のお別れでしょですからあたしがあのことを知っていたということをあなたに打ち明けておきたいの知っててもあなたを愛し続けたってことをとっさに私は 何もかも悟りましたあの不思議な幽霊を見ていた間彼女は半信半疑でいたのですそしてあの恐ろしい三か月の苦悶の後で彼女は真相をつかんだのですそれでも私を愛し続けたのですいやそれゆえにこそ かえって私を？二重に愛することができたのです。私、ずいぶん考えましたわ。でも、長い月日の間に1つずつ本当のことが分かってきたのです。あのあなたの東京のアパートにあったテレビを。私が初めてお尋ねしたとき、あなたは？ なぜかテレビに私の注意を引くようなことを言って私がそれほど興味を持っていないのにダイヤルを回してニュースを見せてくださったわねあれはなんだかその場にふさわしくない挙動だったという考えが私の頭の隅に残っていたのよでもそのわけがどうしても分からなかったやっぱり東京にいる間にあなたがふっと 漏らしたあなたはたった一度だけれどうっかりあのことを私に話してしまったのよそれは銀行泥棒があった日に渋谷警察の捜査主任があなたの部屋も調べに来てテレビの機械の裏側の蓋まで開けてみたというあの話なのそれから数日後に あなたがあたしにテレビのニュースを見せてくれたことを考え合わせるとあはあそうだったのかという答えが出てくるのよそれからまた長い間かかってあたしもう一つのことを思い出したほらあの問いよあのアパートには大屋根からの太い問いがベランダよりも内側に た私何度目かにあなたをお尋ねした時窓に寄りかかっていてふとあの太い問いの裏側を見たのよ。壁にくっついている側よ。そこに問いのトタン板が腐って下のように剥がれているところがあったわ。差し渡し15センチぐらいのかくばった穴で。 下のようになったトタンを押し付ければ穴が隠れてしまうあれよ。あの穴がテレビの代わりになったということが私にはちゃんとわかったのよ。ねそうだったでしょそれからあなたには隠していたけれどあなたがそういればだということはお互いに知り合ってからじきにわかった。難しかったのは目でしたわ。 これが一番後よ。ふとある小説を読んでいるとそのことが書いてあったのではっと気がついたのまぶたの中に入れるプラスチックのメガネ、コンタクトレンズね私、あたし何もかも知っていたでしょう。そのほかのことはこの4つの秘密に比べれば何でもないことだわ。 どうにでもごまかせることだわ。ね、わかるあたし、何もかも知っていてあなたを愛し続けたのよ。それがうれしかったのよ。あたしが初めて愛したあの人と、あなたと、ふたり分愛せたのよ。一時は気味が悪くて気が狂いそうだったけれど。 私2人分愛せるのだということを悟ったから私もう何でもなくなったそれを知る前よりもあなたが何倍も愛しくなったそして彼女はまた私の手を求め唇を求めました私たちは涙を流してさっきよりも一層固く抱きしめあったままいつまでも離れませんでした ここでまたお断りしなければなりません私は昔小説家でしたこの真面目な手紙にもその昔の癖が顔を出すのですそしてこんな思わせぶりな書き方をさせるのです由美子を見送って2年今度は私に死期が近づいております もうあとひとつきかふたつきの命でしょうそんな瀬戸際になっても私はまだ遊戯をやっているのです犯罪の真相を語ることをできるだけ引き伸ばしてあなたをイライラさせ結局はあなたを面白がらせようとしているのです私はなんというあきれた男でしょうしかし もうこれ以上は引き延ばしません今こそ告白しますあの銀行泥棒の真犯人はこの私だったのです私は生涯にたった一度のあの犯罪に完全に成功しましたその犯罪手段は無論神様に対しては隙だらけでしたしかし人間はその隙を見つけえなかったのです 全警視庁の力をもってしてもこれを発見することができなかったのですその意味で私は完全犯罪を成し遂げたとも言えるわけではないでしょうかあの当時私は数え年35歳でしたある私立大学を出て14年の間種々様々な職業を転々しましたしかしどの職業にも私は 全身を打ち込むことがでできなかったのです。小説家にはなりたいと思いましたそして二流雑誌に時々原稿を買ってもらうところまでは行ったのですがとてもそれで豊かな生活をする見込みはありませんでした親が残してくれた郷里の家屋などを売って株をやりましたがこれもわずかな元手のことですしそれに私は元金をなくしては大変だという考えから 安全第一のやり方をしておりましたのでもうけたといっても知れたものです私としてはこんなことで満足することはできませんでした安全第一といいますとさっきに記した由美子と大阪へ行く前に一か八かの陶器をやったという言葉と矛盾しますが実はあれは世間への口実でその時私の手にはすでに 東亜銀行支店から盗んだ1,000万円の大金が入っていたのです大阪へ行ってパチンコ屋を始め氷菓子をやった元でも実はその1,000万円を小出しにしていたのです両方とも儲かったには違いありませんがもともと私は大金を持っていたのですからわずか3年のうちに相互銀行の設立をもくろむことさえできるようになったわけです さて、て、お話を元に戻して私はそうして一攫千金を夢見ながらアパート生活を続けていたのですが近くの東和銀行支店へ預金の出し入れをしに行くたびに私の心の中に一つの空想がだんだん成長してきたのです私はあの銀行の仕事ぶりを長い間かかって詳細に研究しましたそして 現金がどういう方法で本店へ運ばれるか月のうちまたは終日のうちでどういう日に最も多額の現金が運び出されるかその札束の一枚一枚の番号が控えてあるかどうかというようなことを残りなく調べ上げたのです銀行の横丁の角に交番がありましたがこれも最初から私の計画の中に入っていました ああそここに交番があることがると私の計画にはかええっって必要ででさえあったのです私のす私心の中でこの計画が熟してきたのは事件の半年ほど前のことでした私はその頃から遠方の全く知らぬ歯科医と眼科医に通い始めましたと言いますのは私はずっと以前から変装について一つの総意を持っていたのですが いよいよそれを実行する決心をしたからです私は変装については子どもの頃から深い興味を感じていましたそして大人になってもその興味が少しも衰えなかったのですこれは神話時代から人類の心の底に根強くすくっているメタモーファシス変形の願望別の言葉で言えば隠れ身のや 多くの人は大人になるとそういうおとぎ話は考えなくなるものですが私は大人になってもずっとそのことを思い続けていましたそして「漢弓変装術」というようなものを発見したのです変装は近くで対談してもあるいは「 同じベッドに入ってさえ相手に気づかれるほどのものでなくては実用になりませんかつらやつけひげなどは問題外です最も理想的な変身術は顔面はもちろん全身の整形外科手術によって全く別人となることですがこの方法では手軽に元の自分の姿に戻ることができませんこうにもなりまた とっさにオツにもなれる変装術でなくては私の計画には役立たないのですそこで私はそういう場合に最も適切な簡易変装法を考案しましたしかしこの変装術には私でなくてはできない部分を含んでいました歯の丈夫な人ではダメなのです私は若い時から姿勢が悪くて 30歳の頃には虫歯でない歯は一本もないというありさまでしたそれで30を超えて間もなく総入れ歯にしたのですがこれが私の変装術の最も重要な条件となったのです技巧の下手な総入れ歯はすぐにわかりますけれども私の場合は技巧も悪くなかったのですしまた肉体の他の部分が若々しいのにごまかされて 多くの友達が私の総入れ歯を少しも気づきませんでしたこれが私の着想のもととなったのです患者は総入れ歯になってもなるべく元の総合が変わらないことを望みますしたがって歯科医はこれに応じた総入れ歯を作るのですがもし元の総合が変わってもよければいくらでも変えることができます歯並びを変え、 デっパをデっパでなくしたり、またその逆にもできますし、歯茎を思い切り厚くすれば頬を膨らませ、顎を張らせることも自由です。頬の痩せた役者は口の中へふくみわたを入れ、頬をふっくらさせますが、入ればは歯茎そのものの形を変えるのですから、その効果はふくみわたなどの非ではありません。有名な人でいえば。 亡くなった神山宗仁が若い頃から総入れ歯でした彼がアメリカで怪奇映画に主演していた自分にはこの総入れ歯を利用していろいろな形の入れ歯を作らせておき役によって入れ歯を取り替えて極端な変貌を成し遂げてみせましたあれです私は毎日横浜のあまり有名ではないが非常に技巧のうまい歯科医に通って 思い切り頬を膨らませ、顎を張らせる層入れ歯を作らせました。小芝居の俳優だと偽り、舞台の変装用に使うのだと言って頼んだのです。噛むための入れ歯ではなくて、変貌用の入れ歯ですから、はめ心地は非常に悪く、無理に顎を張らせてあるので、頬の下部の粘膜を押し付けて、長くはめていると底がただれてくるほどでしたが、 犯罪の目的のためにはそのくらいのことは我慢しなければなりませんその厚ぼったい層入れ歯をはめて鏡を見ますと私の顔が恐ろしく変わっているのに我ながら驚くほどでした次は目です人間の顔の中で一番個性の出ているのは目です目の感じを変えることができたら他の部分はそのままでも人相が一変しますその証拠に、 仮想舞踏会なので目だけのマスクを当てれば誰だかわからなくなるではありませんかそこで私は横浜のある眼科病院に通いましたそしてやはり舞台で使うのだといってまぶたの中にはめ込むプラスチックのコンタクトレンズを作ってもらったのです私の目は俗に三白眼といって白目の面積の方が多いのですがそれを逆に 白目が少なくて交際の大きな目にしてもらいましたコンタクトレンズの表面に擬岩と同じやり方でこれを描いてもらったのですまた私の目は真っ黒な交際ですがコンタクトレンズの方は目立つほど茶色にしてもらいましたそれをまぶたの中へはめて鏡を見ますと実に君の悪い目に一変していました文楽の人形の目のように 大きな茶色の光彩が目の中いっぱいに広がっていて、その目でじっと見つめられると、何かまがまがしい陽気のようなものが感じられるのです。この二つが偏房の顔木でしたが、それだけではまだ不十分なので、二さんの仕上げのタッチをしなければなりません。私は非常に薄い眉なので、その上に巧みに眉頭を生いてやや濃いボーボー眉にしました。 顔色は青白いので気づかれぬほど肉色の化粧をして丈夫そうな色つやにしましたそれから私の髪の毛がやわらかく少し縮れているのを幸い油をつけないでもじゃもじゃ頭にしましたそうすれば生え際が分からなくなり額がちょっと狭く見えるのです目のコンタクトレンズをカバーするためには新しい型のべっ甲色の縁の どの弱い金眼鏡をかけました。そういう仕上げをした後で鏡を見ますと私の顔は全く一変していました北薗宗助はこの世から消えうせて大江幸吉という見知らぬ人物が鏡の中からニヤニヤ笑っているのでしたあとは服装を取り替えればいいのです私は。 男にしては目立つほどなで方なので変装の服の肩には肩幅を広く見せるために思い切って大きなパットを入れました後で説明しますが私は自分でそれを入れたのですまた服の柄もグレージに白っぽい格子縞のある派手なダブルブレストを選びました顔色が良くなり頬がふっくらして顎が張り 青年のような眼鏡をかけた上でこの服を着ますと当時数え年35歳であった私が5つ6つ若く見えるのです靴なども無論私の足には合わない別の方のものを買いましたこうして私の返信は完成しまったくの別人となりおせたのですしかもその変装を捨てて元の私に戻るには12分もあれば十分という その勘弁な点に私の考案の最大の特徴があったわけです私は自分の体臭をごまかすことも忘れませんでしたそのためには大江に化けて女などに接近する時だけ強い香水を使って体臭を消すことにしたのです無論声の調子や言葉遣いもいろいろ工夫して一変させたのですこれだけの準備をした上で 私はいよいよ実験に取り掛かりました大江宏吉という新人物をこの世に誕生させたのですそして北園である私と大江に化けた私とが共通の知り合いの前に交互に姿を現して相手が気づくかどうかを時間をかけて試していったのですそして完全に成功しました誰も こればかかりもも疑うののはなかったのです。私は私の発明と演技とに絶対の自信を持つことができましたこれから後の犯罪経路はあなたのような専門家には大体お分かりのことと思いますがしかしまだ少しばかり説明を要する点が残っております事件の3ヶ月以前私は大江幸吉になって 名作読み物社に入社しましたその方法は前に書いた通りですそれからひとほど経って新宿の酒場で北園宗介と大江幸吉が知り合いになりました無論実際にそこで顔を合わせたわけではありません北園宗介の私と大江幸吉に化けた私とが交互にその酒場へ行ってマダム女給飲み友達などに たがいに相手のうわさをして友達になったことを吹いちょうしたのですそうすれば酔っ払いでごたごたしている酒場のことですから2人が一度も同席していなくても当然一緒に飲んでいたような錯覚を起こしてしまうのです私の妻になった由美子の勤めていたバードラゴンでも同じ手を用いましたそして由美子自身が北園と大江とは ドラゴンで度度や二度は顔を合わせたことがあるように錯覚していたくらいです。そういう架空の付き合いを一月半ほど続けた後で北園が大江を小闘争アパートに紹介して隣同士の部屋に住むことになったのですがその時も大江と一緒に管理人に会うわけにはいきませんのであらかじめ北園が話して承諾を得ておいて大江は北園の不在中に部屋狩りの手続きをしたのです。 さて隣同士に住むようになってからの一人二役は随分忙しい仕事でした大江は午前に雑誌社へ出勤しなければなりませんその自分には作家の北園の方はドアに鍵をかけてまだ熟睡中です彼は夜中に執筆するくせなので夕方まで寝ていることも珍しくありませんそういういを、 アパートの人たちは十分知っていたのです。夕方、大江が帰ってくると、今度は北園の方が外出する番です。そして場合によっては、北園が出かけたかと思うと、じきに帰ってきて、即座に大江になって外出し、あるいは廊下だけに姿を見せ、またその逆の入れ替わりもやるというわけで、芝居の早変わりのような忙しさです。その早変わりには、 裏窓の外のベランダの通路を使いましたあのコンクリートの隔壁を曲芸のように越してどちらの部屋へも行き来していたのですこれは誰にも見られる心配はないのでしたこういうやり方で私はアパートの住人たちを完全に欺きおせこのお芝居は123日で十分その目的を達しましたそれに そんな早変わりの日々が半月以上も続いてはこちらの体がたまりませんいよいよ犯罪を実行する時が来たのです銀行事件の経過はご承知のとおりですあの時大江に化けた私がアパートの大江の部屋へ逃げ込むところをはっきり目撃してもらわないと私のトリックはダメになるのでした それにはは銀行の人たちだけでは心もとない、警官が目撃しておればこれはもう何より確かな事実として扱われるからです銀行のそばに交番のあることがかえって私の犯罪には必要であったという意味がこれでお分かりになったでしょう大江はアパートの自分の部屋に逃げ込むとドアに鍵をかけ 裏窓の外の外ベランダから隔壁を越して北園の部屋に入りまず1000万円入りの麻袋を17インチテレビの箱の中に隠しましたこれにはちょっと説明を要します私はこの犯罪のためにわざわざテレビを買い入れたのですそして別に古いブラウン管を手に入れそれをガラス切りで切って正面から見えるガラスの面だけを残しそれに 裏から白っぽい染料を塗って前から眺めただけでは完全なブラウン管に見えるようにしましたそして機械に付属していた完全なブラウン管を抜き取ってその全面だけのガラスと取り替えたのですそれから真空管や付属の装置全部を取り外しテレビの箱の中をガランドにしそこへ札束の麻袋を入れたのです ああの箱ののの箱中へ千円札の100万円札万十個くらいは十分入りりまます。相当の余裕さえありました。しかしそのままでは後ろの蓋を開かれたらすぐわかるのでそれをごまかすために前もって古いラジオセットを買ってきて1枚の黒っぽい板に真空管や付属の機械や電線などをごちゃごちゃといっぱいに取り付けておきその板を麻袋の外からはめ込んで 後ろの蓋を開いても直接麻袋が見えるようにしたのです申し添えますが犯行時間は午後2時でしたからこの時間にはテレビは何もやっていないのです案の定木村捜査主任はテレビの箱に目をつけて後ろの蓋を開いてみましたしかしその頃はテレビ放送が始まったばかりで 一般ののの人はテレビの箱の中がどどんんん。んななな風にっっているかかほと知知りません木村さんも知らなかったのです。蓋を開いてみると中は真空管やごちゃごちゃした機械でいっぱいになっていたのでごまかされてしまったのですそれに素人でもブラウン管が常語型で相当奥行きのあるものだということは広告の絵などで知っていますからそういう大きな場所を取るブラウン管が取り付けてある中へ 1,000万円の札束さばを入れることはとてもできないだろうと考えるのが自然です正面から見ればちゃんとブラウン管があるのですから木村さんがそういう錯覚を起こしたのは少しも無理ではありませんこうして私の計画はまんまと図に当たったのですしかしそれは犯罪直後のとっさの調べでしたこれだけで終わるはずはありません 後からもっと入念なな調査が行われるに違いないのです。私はそれも無論考えに入れておりました第2弾の隠し場所は窓の外の太い雨どいでした私はあらかじめその問いの壁に接した人目につかない場所にちょっと工作をしておきました手頃な高さのところを硝酸で焼き切ってトタン板を小さな扉のようにペロッと剥がし それを開けば、センチほどのの不規則なな四角いい穴ににるようにしておいたのです。捜査の人たちがアパートを引き上げると私はすぐにテレビの箱から麻袋を出し中の100万円の札束を雨が降っても大丈夫なように1つずつ丈夫なビニールの布で完全に包み用意しておいた錆びた鉄の長い針金でその一つ一つを順々に縛り10個の札束が数珠つなぎになったのを 問いの破れ、穴から中へ入れて下へ垂らしました。そして、針金の端を折り曲げて破れ、穴の縁にひっかけ錆びた針金ですから、問いの色と見分けがつきません。ぺろんとめくれた途端板を元のように押さえつけ、穴を隠しておいたというわけです。そしてその後機械を見てはその針金を引き上げ、100万円玉を1つずつ取り出し。 それをまた半端な額にして遠い銀行へ返名で預金したり証券を買ったりして一月ほどの間にすっかり傘を低くしてしまいましたつまりテレビの箱いっぱいの紙幣が数冊の預金帳と数枚の証券に変わってしまったのです紙幣の隠し方の説明がつい先走りしてしまいましたが大江に化けた私が北園の部屋に入って第一にやったのは 札束入りの麻袋をテレビの箱に隠すことでしたがその次の瞬間には変装を解いていましたまず大江の派手な服を脱いで裏返しにして北園の洋服ダンスの中にかけましたこの大江の洋服には仕掛けがあったのです上着にもズボンにも裏というものがなくて派手な方を裏返すと地味な黒服になってしまうのです私は 出来合いの肩幅の広い黒服と格子島の服とを買ってきて両方の裏を剥がし自分で2つの服を縫い合わせました随分時間がかかりましたが服屋に頼んでは証拠が残るからですその黒字の方を表にして洋服かけにかけたのですから裏の派手な方は隠れてしまい捜査官が洋服ダンスを開いても気がつかなかったというわけです私は あらかじめ大江の服の下に北園の背広を着込んでいましたですから上の服を脱ぎさえすればそのまま北園の服装になったわけですあとは靴です私の足に合わない靴を脱いで洋服ダンスの下に並べてある数足の私の靴の中に混ぜ私自身の靴を取って履きましたここで思い出しましたが私は 大江に化けて銀行に出かける直前に庭に面した平屋部屋に誰もいない時を見計らってベランダから庭に降り裏の塀との間の地面に大江の靴跡を見つけその汚れた靴でコンクリート塀にも土をつけてそこから逃げ出したように見せかけておきましたつまりあの問題の靴跡は事件の跡ではなくて前につけておいたものですでは かから部屋までで足音をつけないでどうして帰ったのかとおっしゃるでしょうがこれはわけのないことでしたこの裏庭は幅3メートルほどの狭い空き地でそれがぐるっと建物を取り巻いているのですが元は全体に砂利が敷いてあったのがすっかり土に埋まってしまってただ建物の軒下と塀庭だけに細く帯のように砂利が残っているのでしたですから 見たところ全体にに柔ららかかい土ばかりの庭のの庭ように感じられるのです。しかし実際は平際と軒下の砂利がすっかり埋まりきらないで硬い部分が岬のように両方から出っ張っている箇所があり大股に飛び越せば全く足跡のつかないところがあるのです私は大江の靴跡をつけた後で平際の砂利の上を45メートル右の方へ歩き そういうい箇所を飛び越して自分の窓際に戻りましたその時私の姿を見られるような部屋部屋には誰も人がいなかったのですその硬い部分は砂利が残っているといっても半ば土に埋まっているのですからちょっと見たのでは全体が柔らかい土ばかりのように思われるので誰もそういう手段には気づかなかったのですそれから層入れ歯を入れ替えメガネを外しコンタクトレンズを外し 用意していた口でもじゃもじゃ頭をきれいになでつけました札束の袋を隠してからこれだけのことをするのに二分ほどしかかかっていませんこの動作は前もってたびたび練習をしておいたのですあの日に限って眉みは使わず化粧もせず香水もつけないで北園に戻るのにできるだけ時間がかからないようにしておいたのですこうして、 犯罪当日の北園の室内捜索では少しの嫌疑も受けないで済みましたしかしそれだけで終わるはずはないもう一度ゆっくり調べに来るに違いないということを私はちゃんと感情に入れておりましたそれで札束を問いに移してテレビの受蔵装置を元通りにしたのですがまだその他にも重要な犯罪の後始末が残っていましたそれは 札束の入っていた麻袋とテレビの箱の中に立てた真空管などをごちゃごちゃ並べいた板とブラウン管の前面だけのガラス変装に使った大江の服と靴まぶたに入れたコンタクトレンズメガネなどをこの世から消してしまうことでしたそのうち一番重要なのは札束の入っていた麻袋ですこれはその晩のうちにアパートの自分の炊事場で焼き捨てました 次は変装服です私はその表裏を剥がして派手な格子縞の方だけをハサミでズタズタに切り二晩もかかって少しずつ焼きました腎臓繊維との混ぜ降りでしたがいくらか羊毛が入っているのでそのにおいが他の部屋へ漂っていくのを恐れたからです黒字の方は別に証拠になるわけではないので焼くのは見合わせまた靴は恐ろしくにおいがするだろうと思ったので ここれも焼かないことにしましまた。すると黒字の服の片側と靴とさっきのボール箱とをどこかへ隠さなければなりません土を掘って埋めるなどは危険です旅をして火山の噴火口に投げ込んだり船に乗って海中に捨てに行くという手もありますがそんなことをすれば私の行動そのものから足がつきますそこで私は 泥深い地の底へ沈めることに決めました事件の翌日の晩私はその3つの品と重しの石を丈夫な天竺木綿に包みしっかり結んで夜に紛れてアパートから持ち出しました行く先は全福寺池です電車で吉祥寺まで直行しそれから10丁余りの夜道を歩いて寂しい全福寺池に着き 犯行前に見定めておいた最も泥深そうな場所へそれを沈めて帰ったのですところがそれから一月余り経った頃ギョッとするような出来事が起こりました全福寺池に水死人があったのです子供が誤って池に落ちなかなか死体が上がらず池の中の捜索が行われました私は それを翌日の新聞で知り思わず心臓の鼓動が速くなったものです捜索隊が池の中をかき回して例の包みが発見されたら一大事だからですしかし新聞には子どもの死体が泥の中から発見されたと書いてあるばかりでその他のことは何も分かりませんたとえあの包みが出たとしても一見つまらないものばかり入っているのですから 新聞が書くはずはずないのです私は非常な不安を感じないではいられませんでしたあの包みが発見され警察に持ち帰って鍛錬に調べられたらどんなことになるかわからないと思いましたそこでじっとしていられなくなって荻窪署に探りを入れてみることにしました新聞に「子どもの水死事件を扱ったのは荻窪署だ」と書いてあったのです幸い 友人に警察署周りの新聞記者がありましたのでそれとなくその男に頼んで水死事件以後のことを聞き出してもらいましたするとあの包みは確かに引き上げられ警察へ持ち帰られたということが分かりましたしかし中には古服や古靴やガラクタが入っているばかりで何の意味もない代物としてそのままゴミ箱に捨てられてしまったというのです 私はそれを聞いて、ほっと胸をなだおろしました。そして、それっきりでした。その後、私を不安がらせるようなことは何も起こりませんでした。銀行盗難事件は全く迷宮に入り、犯人大江孝吉は、文字どおりこの世から消滅してしまったのです。この架空の人物の残してくれた資産によって、私は、 物質上の幸福を得ることができました恋人を妻としてかなり贅沢な暮らしを続けることができました私は大江幸吉のことは私だけの秘密にしておきたいと思いました妻の由美子にはあくまで隠しておくつもりでしたそのためにはあらかじめ随分細かく気を配っておいたのです 大江孝吉は顔形を変えたばかりでなく言葉遣いや癖や声の調子まで全く別人になりきっていたつもりですこの心配りは警棒の技巧にまで及んでいましたそこでも大江は全く北園とは別人として動作したのですそれにもかかわらず由美子はついに私の秘密を嗅ぎつけましたはじめは 私の身辺に大江幸吉の亡霊を感じただ恐怖するばかりでしたがやがて彼女は私の恐ろしい秘密を築き始めましたそのきっかけとなったのが最初私のアパートを訪ねた時彼女があまり見たがりもしないのに私がテレビのダイヤルを回しニュースを見せたことでしたその時の何か不自然な私の態度でした 私は犯罪当日捜査官たちがアパートを引き上げられるとすぐテレビの箱から札束の麻袋を取り出し中の装置を元通りにしいつ再度の調べがあっても大丈夫なようにしておいたのですですからそれを誰かに見せびらかしたかったどうですこれは本物のテレビですよこの中へあの大きな麻袋を隠すなんて思いもよらないことですよ と証明してみせたかったそれで由美子が来た時にもことさらダイヤルを回したわけなのですそこに何かわざとらしさがあったことが由美子の記憶の隅に影を残していたのでしょう木村捜査主任も由美子と前後して再度私のアパートへ来られいろいろと質問を繰り返されました その時も私はテレビのダイヤルを回しちょうど夜だったので何かの演芸をお見せしたのです無論私の態度にはユミコの時と同じようにわざとらしさが感じられたに違いありませんそれにもかかわらずユミコが気づき得たことを木村さんは気づかれなかったのです私のテレビ受蔵機は犯罪の当時も そののの通り、完全な状態にあったものと思い込んでしまわれたのです。しかしこのことで木村さんを責めるのは酷だと思います由美子は私の妻なのです昼も夜も私に接し私の微細な動作を見私の微細な言葉のあやを耳にしてああいう推理をする前にすでに直角的に私の秘密を悟っていたのです 木村さんはたった2度か3度短い時間私を観察し私の話を聞かれたのにすぎません由美子ほどの洞察ができなかったとしても決して無理ではないのですこの秘密を分け合ったたった一人の由美子はとっくにこの世を去り私自身もまたまもなくこの世を去ろうとしていますそしてあの事件は無に帰するのです そうすれば大江幸吉という架空の人物の秘密を知った者は誰一人この世にいなくなりますそれでいいのですそれでこそ私は安らかに往生できるわけなのですしかし不思議なことに私の心の隅には何となく休んじないものがありますあの犯罪の秘密が無に帰することを欲しないものがあります なぜでしょう。大切な秘密がゼロになってしまうのを惜しむのでしょうか人間は自分の秘密を完全に消滅させることを好まず誰か一人にだけは伝えておきたいという願望を持つものなのでしょうかそれはひょっとしたら俗に「犯罪者の虚栄心」と言われるものかもしれませんいずれにせよ私はこの秘密を あなたにだけは打ち明けておきたいのです当時あの犯罪捜査の当面の責任者渋谷警察署長であったあなた現在は警視庁捜査一課長という重要な位置に就かれているあなたにだけは真相をお知らせしておきたいのです今までの記述でよくお分かりのことと思いますがこの事件において警察は少なくとも前後2回 目の前にある重大な手がかりを見逃しましたあなたの部下であった木村捜査主任がテレビの機械的知識を持たなかったために私のトリックにかかったことそれから荻窪署の係官がこの重要な手がかりの包みを意味もないガラクタとして捨ててしまったことこの2つです木村さんの場合たとえ機械的知識がなくても もう少し入念にごちゃごちゃした真空管などの奥まで手を入れてみれば難なく麻袋を発見することができたのですしかしあの時は犯人逃走の直後でその追跡の方が重要だったのですしまた特別に私を疑う理由は何もなかったのですから私の部屋の捜索がやや形式的であったとしても木村さんを責めることはできないでしょう 木村さんがともかく一応はテレビの箱にまで注意したことをむしろ称賛すべきかもしれません荻窪署の場合も一見ガラクタには違いないのですから深く調べなかったのも無理とは言えませんが係官はあの包みにおもしの石が入れてあった点をなぜ疑ってみなかったのでしょうそしてソーンダイク博士のように ボール箱の中のガラスのかけらを一つ一つ丹念に調べてみたら茶色の交際を描いた奇妙なコンタクトレンズの破片に気づいたに違いありませんそれを出発点にしてあの包みの中にあった奇妙な品物の取り合わせに疑いを抱きそれからそれへと推理を推し進めていったらどこかで強盗盗難事件と結びついていたかもしれません 一度そこへ結びつければあの包みの中の靴と小闘争アパートの裏庭の犯人の靴はとその石膏型はちゃんと取ってあったはずですとがぴったり一致するという非常に有力な手がかりをつかむこともできたわけではありませんかこの2つの注意不足にはいずれも無理もないところがあり直ちに係官たちの失策とすることはできないかもしれません 神様でない人間には免れがたい過失として除すべきかもしれませんしかしそのために私の犯罪は完全犯罪となり一生涯罪を罰せられずしてあの世へ去ることができるのですこれは私にとってどういうことなのでしょうかまた神様にとってどういうことなのでしょうか これをお読みになってあなたは人間である警察官の捜査力には限度のあることを今さらのようにお感じになっていることでしょうそして犯罪捜査というものの微妙な奥底の知れない難しさについてしみじみと反省しておられるのではないでしょうかさて大変長い手紙になってしまいましたが これで私の書きたいと考えていたことは一応書き終わったように思います乱筆の長々しい手紙をよくお読みくださいました私はこの手紙を読んでおられるあなたの顔を見たいように思いますまた読み終えられてからのあなたのご感想が聞きたくてたまりませんでもそれは無理な話ですね あなたがこれをお読みになるころには私はもうこの世にいないのですからではあなたのご多幸とご健康を祈りながら生涯にたった一度のあなたへのこの手紙をお返事をいただくことのできないこの手紙を終わることにいたしますさようなら 昭和30末年12月10日北園宗介追伸この手紙と同時に同じ友人に託してあの当時の東和銀行渋谷支店長現東和銀行本店庶務部長の渡辺健一氏に一通の配達証明郵便を送ります。それには あの時のご迷惑を謝し当時住友銀行本店振り出しの2000万円の銀行小切手を封入しました私は福寿相互銀行の持ち株の大部分を別の資本主に譲り渡し2000万円の現金を作って住友本店に預け入れこれを引き当てに小切手を振り出したのです2000万円のうち1000万円は 5年のののののととして加えたものです。すす。ににいる、るおびなか思ま無論この金額は渡辺圭一氏の手から東和銀行へ返済していただくわけであります。 はいというわけでですね、えー、江戸川乱歩作堀越捜査一課長殿でしたで冒頭で言ってたなぜ江戸川乱歩がこの作品を失敗だと言っていたかなんですけれども、えー、江戸川乱歩の作品には結構1人2役のトリックが登場すするんですねでそれがこの作品でも使われていてでそれに対して愛も変わらぬ一人二役トリックに親身がなく失敗の作であったと回想しているっていうことがあったみたいですね。 ただやっぱりこの手紙をね、読んで進んでいくというような形であったり、様々なところに新しい形があるので、やっぱり読んでいても面白い作品だったなと思っております。はい、それではご視聴ありがとうございました。次回の作品にご期待ください。ありがとうございました。